大自然、そこにはいつも生き物たちが織りなす不思議と感動があります。さあ、大自然の真っ只中へ、生き物地球紀行。新しい出会いを求めて、とっておきの地球の旅の始まりです。今日の舞台はアフリカ・タンザニアの大草原です。ここで暮らす大型の哺乳類は世界で最も多いと言われています。今日の主役はこのハイエナです。ハイエナは他の動物から獲物を横取りしたり、食べ残しを漁って生きる動物だと長い間考えられてきました。しかし最近の調査から、メスをリーダーとした群れで巧みな狩りや愛情あふれる子育てを行うことが分かってきました。ハイエナの知られざる素顔をアフリカの大草原で見つめました。アフリカの東部タンザニアにあるセレンゲティ国立公園です。面積は1万4000平方キロメートル、四国ほどの広さです。セレンゲティとはこの辺りに住むマサイ族の言葉で、果てしなく続く平原という意味です。この草原にはキリンやシマウマなど300万頭を超える草食動物がいます。そしてこの草食動物を目当てに、ライオンやハイエナなど多くの肉食動物も暮らしています。ハイエナの群れを見つけました。ハイエナには4種類の仲間がいますが、これはブチハイエナ。アフリカのサハラ砂漠より南の草原に広く住んでいます。セレンゲティ国立公園では4500頭が確認されています。体長は1メートルを超えます。一見犬の仲間に見えますが、猫に近い動物で、普通30頭から80頭の群れを作って暮らしています。これは子育てのために草原に掘った巣穴です。深さは50センチほど、中は迷路のようになっています。ハイエナの生活はこの巣穴を中心に営まれています。ハイエナはどのような群れを作り、どんな行動をとるのでしょうか。8年にわたって観察を続けている研究者がいます。ドイツの研究所の動物学者、マリオン・イースト博士とヘリベート・ホッファー博士です。この群れは75頭、オスとメスとがほぼ半々です。その一頭一頭の行動を調べることから、群れに順位があることが分かってきました。意外なことに群れのリーダーはメスでした。名前はラーラで、10歳、人間で言えば30歳ほどです。ラーラの特徴は裂けてギザギザになった耳です。リーダーのラーラは群れの中で強い権限を持っています。1頭のハイエナが肉を持ってきましたが、
結局ローラが奪ってしまいました。群れのどのハイエナもローラに逆らうことができないのです。一頭一頭の順位も決まっています。それはある行動で見分けることができます。お互いの匂いを嗅いでいますね。はじめに相手の匂いを嗅ぐ方が順位が下です。もし順位の下のハイエナが匂いを嗅ぐ挨拶を怠ると激しい攻撃を受けてしまいます。さらに全てのメスがオスよりも順位が上であることが分かってきました。横になって休んでいるメスに一回り体の小さなオスが近づこうとしています。オスはメスに求愛しているようですが追い払われてしまいました。オスは群れの中では自分の意のままに行動することはできません。同じオスがもう一度メスのそばに来ました。常にメスの顔色を伺っていかなければならないのです。ハイエナの母親が自分の子供を加えて群れに戻ってきました。普通母親は群れから離れたところで1、2頭の子供を産みます。生まれてから2週間ほどすると群れに戻り他の子供たちと一緒に暮らし始めます。子供は全身が黒い毛で覆われています。生まれてから半年は母乳だけで育ちます。その後少しずつ肉を食べ始め1年半も経つと完全に離乳します。この間先に母乳を飲むなど手厚く育てられるのはメスです。オスの子供は母乳にありつくことさえできないこともあります。ハイエナの群れにはメスを中心とした厳しい上下関係が築かれているのです。ハイエナの群れは普通30キロ四方の縄張りを持っています。ハイエナはお尻から特殊な匂いのする液を出します。その液を草にすりつけて自分の群れの縄張りを示します。縄張りの境界線では入念に匂いをつけます。他の群れに対してはっきりと自分の縄張りを示すのです。縄張りの境界線の近くにヌーの大群がいます。
一頭が群れからはぐれてしまいました。怪我でもして弱っているのでしょうか。ハイエナはこの獲物を見逃しません。しかしこのハイエナはラーラの仲間ではありません。そのハイエナの仲間が集まってきました。しかしこの場所は境界線からラーラの群れの縄張りに少し入ったところです。ラーラの群れの2頭がそれに気づきました。すぐに追い払いにかかります。しかし相手の方が数が上です。それでもラーラの群れの一頭は必死に食い下がります。しかし逆に追い払われてしまいました。しばらくしてラーラの群れが相手を上回る数でやってきました。獲物を挟んで群れ同士の睨み合いが続きます。ラーラの群れは自分の縄張りから相手を追い出さなければなりません。数が少ない相手は結局諦めて逃げ出してしまいました。縄張りの境界線付近では獲物をめぐって群れ同士の戦いが繰り広げられるのです。夜、巣穴の近くには子供と年老いたハイエナたちの姿しか見えません。ラーラたちはどこに行ってしまったのでしょうか。遠くからラーラの鳴き声が聞こえてきます。どうやら狩りに出かけているようです。ハイエナはさまざまな鳴き声を出して仲間と連絡を取り合っています。獲物に狙いをつけるとお互いに声を出して狩りの作戦を立てると言われています。そして闇に紛れて相手のすぐそばまで近づき狩りのチャンスを伺うのです。
獲物を狙っているのはハイエナだけではありません。ライオンも夜の狩りは得意です。ハイエナと同じ獲物を狙っているようです。ハイエナより先にライオンがヌーに襲いかかりました。ラーラたちはライオンがヌーを倒すのを周りで見ています。ライオンがヌーを倒した後、ハイエナたちが近寄ってきました。そしてライオンの獲物を取って、再び闇の中に姿を消してしまいました。この世はライオンから獲物を横取りすることに成功しました。同じ草食動物を狙うハイエナとライオンは獲物を奪い合う関係にあります。相手が倒した獲物に狙いをつけるのも狩りの一つの作戦なのです。獲物をめぐるライオンとハイエナの駆け引き、先ほどとは逆の場合もあります。ラーラの群れが倒したばかりの獲物を食べています。そこに現れたのがライオンです。まともに戦ってはハイエナもライオンにはかないません。とうとう獲物をライオンに取られてしまいました。実はライオンが食べる餌の大半はハイエナから奪ったものと言われています。最近の調査ではハイエナが倒した獲物をライオンが横取りするケースが多いことが分かってきました。しかしハイエナたちも簡単には諦めません。ハイエナの剣幕にびっくりしたのか、次々と獲物から離れ始めました。2頭のライオンがまだ未練を残しているようですが、多勢に無勢、ハイエナたちに獲物を奪い返されてしまいました。2頭残ったライオンも諦めて去っていきました。ようやくライオンから取り戻した肉を一頭のオスが持って帰ってきました。待っていたのはラーラです。
今度もナーラが獲物を奪ってしまいました。オスはメスには逆らえません。結局肉を食べたのはメスの子供でした。ラーラの群れの縄張りには川が流れています。水を求めてさまざまな動物が集まってきます。ハイエナの獲物となるシマウマやヌーなど草食動物は青々とした草を求めて常に移動しています。中でもヌーはセレンゲティの北から南まで広い範囲を移動します。その距離は1000キロを超えます。ラーラの群れの縄張りにいたヌーが南に向かって移動を始めました。一方ハイエナは巣穴を移動させることはありません。獲物となる草食動物が縄張りにいなくなると狩りができなくなってしまいます。育ち盛りの子供たちに乳を与えるためにも母親にはたくさんの肉が必要です。ラーラたちは移動する草食動物を追って縄張りから遠く離れた場所まで旅に出ます。残された子供は母親が再び戻ってくるまで母乳も飲めず飢えに耐えなくてはなりません。獲物を追って旅に出たハイエナが一体どのような行動をとるのか、イースト博士とホッファー博士の2人はその後を追って観察することにしました。ラーラたちはこの日巣穴には戻りませんでした。翌日、ラーラたちは巣穴から50キロほど離れたところにいました。ヌーは青い草の残る場所を見つけて休んでいます。出産するヌーもいます。生まれたばかりの子供はすぐに自分の足で立ち上がります。しかしヌーの子供はハイエナの絶好の標的になります。早速狩りが始まりました。一頭のハイエナがヌーの子供に狙いを定めました。
ヌーの子供は何とか群れの中に紛れ込もうとしています。ハイエナは子供を執拗に追いかけます。ハイエナは群れに突っ込みました。ヌーの群れをかく乱して、その中からまた子供を引き離そうという作戦です。他のハイエナたちも次々と狙いを定めたヌーの子供を追い立てていきます。作戦は成功。ついに狙った獲物を倒しました。こちらではまだ若いヌーに飛びついています。これを倒せば十分な食べ物を得ることができます。時には思わぬ反撃に遭うこともあります。ヌーの母親は子供を守ろうと必死です。角を振りかざしてハイエナを追い払おうとします。このオスのハイエナは自分が倒した獲物をメスに取られてしまいました。ここでも群れの厳しい上下関係は生きています。オスはメスが食べ終わるのをひたすら待ちます。たちは巣穴に残してきた子供たちに十分な母乳を与えようと、一度に15キロもの肉を食べます。ハイエナの狩りの成功率は高く、狙った獲物の3頭に1頭は倒します。ハイエナが狩りをした後には決まってハゲワシが舞い降りてきます。ラーラたちが帰ってきたのは巣穴を離れてから3日目のことでした。十分に獲物を食べて、母親のお腹は大きく膨らんでいます。真っ先に子供のもとに駆けつけるのかと思っていましたが、どうも違うようです。群れの一頭一頭に匂いを嗅ぐ挨拶をしています。改めて群れの中で自分の順位を確認しているのです。
3日間母乳を口にしていない子供たちがねだります。一通りの挨拶が済んだのは巣穴に戻って3時間後、ようやく子供たちは母乳にありつけました。母親は1週間に2回の割で狩りに出かけます。狩りのために移動する距離は1年間で3000キロにも達します。獲物が縄張りに戻ってくるまでハイエナの狩りの旅は続きます。群れの仲間がラーラに注目しています。何かあったのでしょうか。子供が生まれていたのです。巣穴から元気な顔を覗かせています。ラーラはこれまでに8頭の子供を産んています。リーダーの地位を引き継ぐのは普通その末娘です。早くもこの子は群れの仲間から挨拶を受け敬意を集めています。翌朝、ようやくノビは収まりました。ラーラの群れは大丈夫でしょうか。イースト博士とホッファー博士の2人は群れの無事を確認するために巣穴の近くにやってきました。一番気になるのは生まれたばかりのラーラの子供たちのことです。巣穴の近くには何頭かのハイエナが戻っていました。しかしこの中には子供たちの姿は見当たりません。いました、ラーラです。子供たちも無事です。ラーラは巣穴の奥深くに子供たちを避難させていたようです。他の母親も子供たちを加えて戻ってきました。こちらも無事です。巣穴から遠く離れた火の届かないところにいたのです。アフリカセレンゲティの草原に生きるハイエナたち、3000キロにも及ぶ狩りの旅、ライオンとの駆け引きなど、狩りの名手といえども
この大草原で生き延びることは容易ではありません。群れの中にメスを中心とした上下関係をしっかりと作ることは、母親たちを守り子どもたちを確実に育てていく知恵なのかもしれません。